はい、今日はですね、ジュニアサッカーのための筋トレということで、まあ、その基本編として、体幹、お腹と中殿筋を鍛えていくということを2つをやっていきたいと思いますね。まあうちの子供も2人いまして、2人ともサッカーやってるんですが、まあね、一人はなかなかこう足腰がそんなに強くなくて、だからもうどうしようどうしよう、もうちょっとこうしてほしいなっていうところがあるんですね。で、まあ体幹、お腹とか中殿筋とかっていうのは、やっぱりね、動く上で体を固めて動く上で方向転換するときにお腹が強くないと、体幹強くないとキュキュッと動けないというのもあります。で、中殿筋というのも足をこうバーンって横に出ていくときに、蹴るときにこの中殿筋というのは必要なんですけど、まあもちろんね、サッカーをやってればそういう動きもするし、中殿筋もある程度ついてくるというのはあるんですけれども、ただやっぱりこうね、子供のプレーを見ていて、なんかもうちょっと足りないな、どうにかしてあげたいなというところあるわけです。で、まあ毎日毎日ね、やっぱり外でね、グラウンドでサッカーね、できるわけじゃないですし、まあ学校で、まあ塾とかでね、勉強とかもありますので、だから夜遅くなって何もできないというのが、まあ実情ではないかと思います。ですから、今やる、これからやる、ジュニアサッカーのための筋トレというのは、まあ、これだけやればいいというのではなくて、もちろんサッカーをしっかりね、一生懸命やりながらも、まあ、本当、夜ね、もうね、8時ぐらいでにちょっと、10分ぐらいでできる、その補助エクササイズということなんですね。サッカーのプレーはしっかりやって、もちろんね、体幹、中殿筋作っていきますが、まあ、これをやることでフォローしていく、そういうところを強くしていけば、より動きが、強くなっていくということで、になってきますね。僕自身そうなんですけれども、やっぱりね、筋力が強いと体が軽いんですね。で、同じ体重に対して、筋力が強ければその体重はより軽く感じるわけですから、よりスッと起きるわけです。体重が重くて筋力がないという、まあ、ちょっとおじさんみたいになっちゃうと、やっぱり動くのは絶対遅くなりますから、筋力が入るのにね、80キロ90キロだとやっぱり動けないですね、横に。で、それが体重が同じでも筋力があると動きが速くなる、まあ、そのための筋力を上げるということ。ただ、筋トレといっても、もうバーベルやったりとかスクワットやるとか、そういうわけではないです。まあジュニアですから、基本的に小学生ですから、そういうことはまあ必要はないですね。筋肉をつけるというのではなくて、動きが良くなるための筋力を上げるということ、それをこれからやっていきます。まず一つ目は、プランクという運動をやっていきますね。これね、腹筋でもこの表の腹直筋とか腹斜筋じゃなくて、中にある、腹巻きみたいな、その腹直筋の下にあるね、腹巻きみたいな膜があるんですけども、その、腹横筋という膜をギュッと締めて体幹を整える、まあ硬いね、コルセットをしているような感じになってくるんですけども、そういう運動をやっていきます。はい、プランクですけど、まず肘を、肩幅に置きます。そして足を閉じてつま先立ち、このまま体をまっすぐにキープ。姿勢としては、まあ、横から見ると、体をとにかくまっすぐしたんですけど、頭が下がっちゃうとだいぶこういう感じになっちゃう、お尻がいっちゃったりとか膝が回ったりするんで、こういう形にならない、とにかくまっすぐにしたいんで、基本的に本当はこれが正しいっちゃ正しいんですけど、これだと知らぬうちにこうなっちゃうんですね。ですからちょっと前を見るような、前を見た感じで続けた方が、体まっすぐは維持しやすいです。で、お腹に対して強い負荷がかかります。こうなっちゃうとお腹の負荷が減りますから、まっすぐにしてほしいので、ちょっと前を見た方がいいです。とにかくまっすぐ、ビシッとまっすぐ。これはね、なかなか子供の場合ね、そのイメージとか、意識がすごくできにくいみたいで、なかなかこう大人の運動不足の人の方が、まあ、意識はしやすいらしいんですね。僕がね、毎日教えてる中では。で、ここのね、特にね、足、膝がね、なんかね、こう緩んじゃったりするんですよ。緩まないと、にかく足を遠くに伸ばせ、遠くに伸ばせっていう感じ。とにかく遠くに足を伸ばす、ビシッと伸ばす。というイメージを、ね、そういう言葉がけをしてもらえると、わかりやすいかなと思います。で、とにかくお尻が出たりしないで、まっすぐで、体がお尻が上がっちゃうんできつくなると、お尻を下げろ下げろ、で足を伸ばせ、ピシッと伸ばせ、遠くに足を伸ばせという感じで、とにかくこのままキープしていく、とにかくそのままキープしていく。今の、まあね、自分でやってもきついと思うんですけども、最初は30秒やるところ、30秒3セットやるところ、からやっていきます。これを、まあ、じっとして固まって動かないまま、1分が3回できるところを目標にやってほしいです。まあ、今のをやっていくと、
サッカーで切り返しの時、方向転換の時、ふんふんっていうこの胴体の踏ん張りができるんですね。お腹というのは、下半身と上半身をつなぐこのつなぎ目なんで、こうふんふんこうこっち来るのをふんターンするっていう時に、やっぱり足も必要なんですけど、お腹を固めて動くということが大切ですね。その時のやっぱり腹横筋がしっかりしてくる。ディフェンスでついてくる。スッと動くときに、お腹固められてるかどうかすごく動きにはとってすごく変わってきますので、プランクで腹横筋を鍛えるということがまず第一です。で、この次にやっていくのが中殿筋です。で、中殿筋っていうのは、何のためにあるかというと、まずこう横に動くため、今こっちの中殿筋で地面を蹴って横に動いてる、この時にまず必要なのが中殿筋だから、まあ横に動くときに絶対必要で、強ければ強いほどよりやっぱり速く動けますね。で、これが必要で、もう一つサッカー選手として重要な役割があって、サッカーでやっぱり一番多い怪我で致命的な、ね、選手として致命的な怪我が、前十字靭帯の、怪我とか切断とかそうなってきます。これ将来的にやっぱり結構高校生、大人とかとそういうことが起きてきたりすることが多いんですけど、これやってしまうとなかなかサッカーできなくなってしまうんで、で、この中殿筋を切っていうのは、この大腿骨、太もものこのね、この骨ですね、これを中にねじれてしまうのを防ぐように外側にキュッと締める役割があるんですね。これ締めて引っ張っていく、これが弱ければ中に入りやすくなるということなんですね。で、女子のなでしこジャパンなんかは数年前から、この中殿筋鍛える運動を、かなり重要視して一生懸命取り入れてるんですけど、それをやることによって、女子の方が骨盤が広いんで、ちょっとそこから広いところから膝が中に入りやすくて、女子の方がその結果多かったらしいんですけども、その怪我がものすごい減ったと思うんですね、中殿筋を鍛えることによって。これはもちろん、男の子にも言えることで、まあ男も女も関係ないと思うんですけど、その中殿筋を鍛えることで膝が中に入ってしまうのを防ぐことが、大いにできるということですね。全く怪我しないということは、ね、ないかもしれないですけど、ただこれが弱くて入ってしまうよりは強くしておいた方が入りにくいということです。そうすると膝を守れるので、膝周りの筋肉どうこうじゃなくて、この根元ですよ、根元でこのコントロールできるかどうか、ここを強くしていくのが必要があるので、この中殿筋をやりたいということです。で、その中殿筋の、運動としては、まず基本的なものとしてアブダクションという、この床であるアブダクションというのをやっていきます。こういう感じですね。よいしょ、はい、ギュッ。まあ僕がやると簡単に見えるんですけれども、結構このきちっとした形を取るのが大変です。今のはとりあえずは静止なんですけど、まず肩からこの上腕肘までが垂直、絶対斜めになったり、この時に斜めに なりやすい、こういうふうになりやすいんですよ。こうならないように、こうやっちゃうと中殿筋使わないですね。ですから真下に押した垂直の状態で、後ろの足はこうよいしょ90度曲げてる感じで、体をまっすぐにしてほしいんですよ。まっすぐ、これがね、なかなかまたイメージがつきにくいみたいなんですけど、子供の場合には開けてるとでっちりになって、こうキュッてなんか黒字になって、この股関節がへこんじゃうんですね。で、なんかふにゃーんとした形になっちゃうんですけど、とにかくこれをまず伸びる、こっちに伸びる、手も伸ばす、上半身グッと上と下でこう伸ばしますね。この遠くに伸びる感じで、足も伸ばす伸ばす伸ばすというイメージ、遠くに伸びるというイメージを持つ必要がありますね。頭が下がってこうなっちゃって、これ全然中殿筋使ってないです。斜め斜めじゃなくて、これ垂直で、ここまっすぐで、頭が下がらないでこうまっすぐな状態、むしろこれ頭を上げるぐらいのイメージで、手とこっちの手とこっちの手を離すようなこの力がありながらキープ、下の足だけ曲がって上の足は伸ばしてますね。で、その中でももをこう開く、ももを開く感じにしていくところが中殿筋、上も下も使ってます。今この場合だと体重がかかってるので、意外と下の方もきついです。両方同じ、こっち上げてるのか足を上げるので中殿筋使ってますけど、体を支えるためにこっちの足も開く力を使ってますから、下の側のこの中殿筋も使ってます。
結構これが狭くなっちゃったりするんですけども、できればこのぐらいの角度を開いていきたいです。でさっき言ったように、これはね、お尻がキュッてな、股関節が曲がった状態にならないようにビシッとまっすぐ、上から見たらまっすぐな状態が理想で、まあ、ただこれ理想というかそれをやらないと中殿筋がギュッて引き締まってこないので、あのまっすぐにしてください。まっすぐですよ。で、片方を、そうですね、まあ、最初に20秒やったら今度は逆側をまた20秒やっていくという感じ。まっすぐです。上から見たらまっすぐで、こう股関節両方こう曲がってしまうと意味がないです。まっすぐな状態でこれね、もっと胸を張れとか、この骨盤出せとか、まあ僕ね子供なんでチンチン出せとか言ってるんですけれども、その方がね、まあ、とにかく分かりやすい言葉がけも必要なんで、そこをね胸を張れ出せっていうふうに言うと、まあちょっとできるようになってきます。であとは遠くに全部伸ばせっていう感じですね。そういうね簡単な言葉を言ってあげた方が分かりやすいですね。でそのまま、20秒続けます。結構ねこの両方中殿筋疲れてます。20秒をこれもまあ3セットやってほしいですね。パターンとしてはさっきのプランクやりますね。30秒やります。で今度はこの中殿筋のアブラクションを右と左、30秒ずつやります。それが終わったら今の間に、その1分の間に、お腹休んでますから、そこからもう1回プランクに入ります。そうすると、その間にお腹1分間休んでますから、右と左、やってる間にお腹休めてもう1回プランクやる。プランクの間に30秒休んでますので、まあ、最初やったところではからは、まあ、お腹1分間休んでますので、そして、もう1回、プランクをやる。プランクやったらまた、中殿筋を右左やるという感じで、プランク、中殿筋右左、プランク、中殿筋右左、まあ、アブダクション右左ですね。それを、やっていくと、ちょうどね、時間無駄なく、今ので30秒が1、2、3回の、それ1分30秒ですよ。それが3セットなので、4分半。まあね、ぐずぐずなんか言って、早く動けって言っても、まあちょっとあったとしても5分で終わります。たった5分で終わりますから、結構ね、なかなか子供集中力ないですけども、5分ぐらいで終えられると思います。ですので、まあ、こっちのやっぱりね、親としてリードする方が、うまい心がけ、そして短く終わらせる。まあ、こういうところはね、コーチとしてちょっと気を使っていく必要があるので、まあ、そういう言葉をかけながら、今の、体幹を鍛えるプランク、それと、横ですね、中殿筋、動きを良くする、そして膝を守るための中殿筋という、まあ、何のためにやってるかもやっぱり言ってあげる必要がありますね。このためにこういう動きが良くなる、そして怪我がなくなるからやった方がいいよ、やろうかっていう感じで、ぜひやってみてください。あともう一つは一緒にやった方がいいです。ね、親がやってるのやれやれって言ってもなかなかやらないですから、じゃあ一緒にやろうかって言って やってあげるとね、やりやすくなると思いますね。その辺もね、理想的なコーチにぜひなってあげてほしいなと思います。はい、今日はジュニアサッカーのための、体幹トレーニングと、中殿筋のトレーニングでした。はい、パーソナルトレーナーのゆうじでした。